こんばんは。切手のない贈り物、簡単な曲をクリシェという奏法で弾いてみたり、オルタネートという奏法で弾けるとピアノはとっても楽しくなります。切手のない贈り物。管理には気をつけてマスクも着用しております。お子様は長時間のマスクの着用はお控えください。お外でのびのび楽しく遊ぶときはマスクを外してください。熱中症には気をつけて、少しずつ音楽の楽しさ、リズムの楽しさも味わってください。タンバリンの叩き方は、穴に手を入れて、タンタンタン、うん、タンタンタン、うん、タタタタタン、うん、というふうに楽しくリズムも体感することです。タンバリンの叩き方、穴、穴の開いたところに手を入れて、タンタンタン、うん、タタタタタン、うん、タアタタンと覚えます。お鈴もタンタンタン、うん、タンタンタンというふうにお鈴も楽しく叩きます。それではまたこうご期待ください。Thank you.